質問来てない。診断のディンルー EX ってぶっちゃけどうですか。結論、プレイングに差が出る注意点が存在してる。4月14日に発売されるスノーハザードクレイバーストに収録されるディンルー EX。 特性自爆の大地はこのポケモンがバトル場にいる限りダメ感が乗ってるポケモンの特性を全て無効化するって効果。ただしポケモン EX の特性は無効化できない。技ランドスクープで150ダメージ与えつつ、ベンチにもダメ感を乗せることができるので自己完結しているものの、相手のターン中に新しく出てきたポケモンにはダメ感を乗せることができない。そこで大口の沼、お互いのプレイヤーは手札から種ポケモンを出すたび、そのポケモンにダメ感を2個乗せる。これにより相手のターン中にダメ感を乗せ、例えば相手が出したばかりのザシアン V の特性不当の剣を封じたりすることができるが、ここで過去の動画を思い返してみてほしい。結論、プレイヤーが選べる。ポケモンカードは同時に効果が発生した場合、好きな順番に処理できる。先にイニシエの墓地のテキストでダメ感を2個乗せてから30回復してもいいし、先にグローヒーリングのテキストで30回復してからダメ感を2個乗せてもいい。ただしどちらを先に行おうとも気絶せず HP20 で場に残るという結果は変わらないから注意。残り HP10 だったとしてもしっかりダメ感は2個乗せ、しっかり30回復させ、全ての処理が終わった後に気絶するかどうかの判定が入る。ポケモンカードは同時に何かが起きた時、効果処理の順番をターンプレイヤーが全て決めることができる。例えばネオランド V をベンチに出した時、出したプレイヤーは山札からサポートを持ってくる効果とダメ感を乗せる効果、どちらを先に処理するのか自分で選ぶことができる。先にダメ感を乗せた場合はディンルー EX の特性によりネオランド V の特性は消えるので、サポートは持ってこれない。先にサポートを持ってきた場合はその後にダメ感を乗せることになる。自分はディンルー EX のデッキ組むつもりないからいいやではなく、相手に使われる可能性が十分あるので意識しておこう。チャンネル登録、高低評価、おすすめのポケモンがいたらコメント欄でよろしく。ディディン TV。